B リーグの開幕を熱戦ですよね。ファミリーのこう一体感が東地区を制覇してもう一度 B リーグ2018-19 シーズン開幕カード記者会見が終わったということで、本日は川崎ブレイブサンダースから篠山竜星選手、千葉ジェッツから小野龍門選手にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。イエイ。ダンク。そう、あの、あ、すいません、あ、そう、今日5分しかないんですよ。すいません、だから今日真面目にインタビューしようと思って。いやいや、私ね、すぐやってください。あ、仲いい、もうすぐやってください。もうすぐ、なんすか、ちゃんと化粧濃くないですか。いや、だからおのち、おのち、ずっとそれしか言わない。久しぶりやったけど、自分だってめちゃくちゃ焼けてるじゃないですか。ね、話聞いてください。さっきまで真面目に会見してたのに、ここで一気にふざけるのやめてもらっていいですか。通路ですか。ちゃんとインタビューを今日はしたいと思いますので、あの、会見がたった今終わったということで、開幕試合にここの2クラブが選ばれましたが、その選ばれての意気込みなど、もうさっき言ったんでもういいです、はい、質問は次行きましょう。いや、もう、ここでも使わせて。ね、なんか冷たくないですか、初対面なのに。そんなことないですよ。ちょっと意気込みですか。しのちお願いしますよ。しのちって呼びました。勝手に。だっておのちですもんね。そう、さあ頑張りますよ、うん、ぜひ勝ちます。え、以上。いやいや、そんなことないですよ。じゃあお願いします。意気込み。意気込みですよね、はい。ちょっとこっちにもやる気を示してもらっていいですか。頑張るぞ。おい。ちょっと、おのち、ガツンとお願いしますよ。しっかりとですね、いいパフォーマンスが見せれるように、はい、頑張っていきたいと思ってます。ね、さっきまでの姿勢と全然違う、ちょっと。やり尽くしてしまいました、もうさっき。燃え尽きちゃった？もう何も思い浮かばないです、さっきから。もう新シーズンこれからですよ。あともう一回どこでダンクしてやろうかなって。しないで、もうノーダンク。通路だ。今日は、ね、うん、ここ通路なんでね。もう続いての質問いきますね、じゃあもう。いきましょう。新シーズン の、 あのチームの見どころとか、自分の注目ポイントとかってそれぞれありますか。じゃあ篠地から。はい、あのですね、うん、オーナー会社さんが DeNA さんに変わるので、はい、アリーナとかがすごくもっと派手になるので、はい、そこはあの注目ポイントだと思いますよ。おお、派手になってくるという、派手なパフォーマンスに注目、はい、そう、なるほど、そうです、はい。友達か。ありがとうございます。あ、いえ。おのっちは、まあ、あの去年と変わらずですね、あのエンターテイメント性は、うん、千葉ジェッツが引っ張っていけたらなとは。そうですね、あの船橋アリーナの空間は、日本一だと思ってるので、そこは、うん、あの負けないようにですね、あの千葉ジェッツがこの B リーグ時代引っ張っていけたらなとは、思ってます。さらに派手なパフォーマンスを見せていく、はい、ということ、はい、そこにおのっちは参加することとかないんですか。おのっちは、参加します。すげえ曖昧、曖昧でいきましょう。はい、続いての質問はですね、それぞれキャプテンとしてそれぞれに言いたいこととかってありますか。例えばなんかこう小野選手のこのプレーはさせないようにしたいとか、あとちょっとオフシーズンで本当なんか日焼けしすぎじゃねとか、なんかそういう何でもいいんですけど。で、言ってるじゃないですか。言ってるじゃないですか。私が単純に思ったことなんですけど。いや、オフシーズンめっちゃ満喫してんなってインスタでずっと見てましたよ。どんだけストーリーあげんだ、今まであげてなかったのにって思いながら見てました。そうだそうだ、はい、そうだそうだ、ね、代表戦でね、戦ってましたからね、その間。そう、そうですよ。そういう、そう、そう。え、全部言っちゃった私。言われちゃいましたよ。言っちゃった。そういう本当、やりづらいわ。ねえ、嘘、私が。じゃあ分かりました。はい、お願いします。開幕戦で川崎が勝ったら、うん、はい、金髪囲碁禁止。おお、ですって。どうですか。いや、いいっすよ。おお、代わりに篠山選手がハイライトを入れるとかね。ちょっと、なんで。前がやりたいだけじゃん。やりたいだけじゃん。それ髪とか染めたことないんで。じゃあ勝った際には、勝った際には金髪禁止、そしてハイライトを自分は入れる。そう、負けたらハイライト禁止ですからね、はい、負けたらもう二度と自分やらない。一度も無駄を入れない人生、もう髪を染めない人生を貫きます、はい、では、おのっちは、しのっちに何か言いたいことありますか。しのっちの、
アンアンの特集見ましたよとか。いや一切見てないので。見てないんですか。やっぱり彼の、代名詞といったらひもじゃないですか。ああそうですね。勝った暁には引きちぎってやる。うわあのイメージとも言えるあの紐をその場で引きちぎってやる。おだいぶイメージついちゃいましたよね。でもね、いやでももうあのおのちが勝った時にはもうあの紐禁止ですよ。そうですね、はい、それをきじゃあ木に髪切ろうかな。いやお互いそれで気分転換する。髪へのこだわりしかないもん。はい、続いての質問いきたいと思います。あのこのチームだけにはこの選手だけには負けたくないっていうのってありますか。あの公言しないんで絶対言わないんでここだけの話で大丈夫です。絶対言わないです。何ですかそのハードル上がるもん。絶対言わないから。このチームのこの選手、このチームもしくはこの選手、この選手の これは負けたくないの、あいつなんだ。正解は何。正解はやっぱ川崎って言った方がいいの。やっぱ開幕だから。いやでももうおのちに任せますよ。なんだろうな。なんかあります。でもプロチームにはプロチームって言い方変だな。なんだろうな。まあやっぱり、はい、例えばアンアンで一緒に特集をされたあの田中選手の肉体美には負けないとか。あーし、自分のなんか こだわりのある何かがあればそこは他の選手には負けないとかあれば。ねツイッターでもおっしゃってました、あのなんかこう数本生えた毛の長さだけは負けないとか。幸せを運ぶ。運ばねえな父毛。幸せを運ぶ父毛でお前全部流れるんだよ。カットしませんからね、ここは。スカパーはカットしませんから。このチーム、この選手だけには負けない。はい、わかりましたよ。お、なんでしょう、しのち。じゃあ、今シーズンから最後これで締めて、じゃあ、オーナーさんもね、DeNA に代わって、はい、アリーナが盛り上がると、はい、さっき言いましたけど、はい、アリーナの派手さでジェッツに負けない。お、頑張れ。ありがとうございました。はい、ということでちょっとお時間ということで最後に一つだけ、あの今シーズンはあの平日にも試合が開催されることとか多くなるじゃないですか、はい、なので集客を増やすために今後やりたいこと、イベント、やりたいイベントとかってありますか。握手会ですかね。握手会。あ、しのちはサイン会。サイン会。アイドル。ま、みんな見に来てね、会いに。そしてそのイベントにスカパー B リーグあの専属リポーターの酒井を呼ぶつもりありますか。いやでもアイドルじゃないですか。いやもうアイドルとしてはあの先輩なので、私握手会もサイン会も先輩なので。握手会も先輩なんですか。はい、もちろん。なのでその際はイベントにあのスカパー公式専属リポーター酒井も呼んで。スカパー見てね。ちょっと無視、ちょっと無視。はい、ということで新シーズンも皆さんの熱い戦いを楽しみにしております。これ全部放送しますからね。もうえやらないですか、なんか編集とか。そういうのあんまりしないですか。うちに編集知らないんですよ。わかりました、はい、よろしくお願いします。ということで本日はお忙しい中ありがとうございました。